あの有名人の着物姿を深掘り一、今回、大井を奪取し、史上最年少で二冠獲得と八段昇格を果たした藤井聡太さん。氷々と偉業を成し遂げる新世代の清々しさが、着物姿にも現れていました。番組がイベントに登場した有名人の着物姿を、 染色、絹文化研究家の富澤明実子さんに解説していただきます。第1回は、夏真っ盛りだった2020年8月20日、帰省に続き王いを獲得した、際の将棋棋士、藤井聡太さんの装い。かすかに青みがかった、羽織姿が印象的でした。堅苦しくない、涼やかな装いに、 交換、涼しいお顔で行を成し遂げた、藤井聡太さん。爽やかな夏の着物姿です。富沢将棋界に舞い降りた白鶴のよう。まさに輝くばかりの着姿よね。男性は、着物と羽織をもぎれにすると重厚感が出るのですが、ここではあえて別の記事にしており、軽やかな印象です。 冷装にも使われる仙台平の袴で品格は保ちつつ、少しカジュアルダウンして季節感や若々しさを表しています。うっすら青みがかあった羽織が印象的ですね。富沢これは調べによると、大島紬の一種で、不思議を使った風合い豊かな綾織りの生地に、 薄いブルーのカスリが入っているようです。細かなカスリの大島つむぎにはどうしても熟年者向けの重厚な印象があって、それが魅力なのだけれど、こちらの大島つむぎは新感覚でとても洗練されているわね。薄いグレーベージュの半襟に、薄グレーの縞模様のおそらく朝の着物、そしてこの羽織、 淡い色を上手に重ねた。大変爽やかなコーディネートです。騎士ならではの竹感にも注目、着こなしについてはいかがですか着物を着始めて間もないようですが、富沢若いのに落ち着いていて、体型もなで型で和装がぴったりね。まず、袴の丈がちょうどいい。 年配になるとカップが良くなって、袴の位置が定まるけれど、若い方ってスマートだから、袴が下がって見えがちなのよ。でもこの方は、くるぶしが見えるぐらいの丈にしていて、きちっと体に収まっています。あのね、東京、文京区の行動館の前に、加納寺五ごろを、明治。 最初、昭和にかけて体育、スポーツの振興とオリンピック招致に尽力した日本の柔道家、教育者の銅像があるの。その立つ姿がとても立派で、私、それが袴姿のお手本だと思っているんです。それに近い竹根、失礼ながら、普段より堂々と、 騎士らしく見えますよね。富沢幸幸背縫いの最上部から片山を通り袖口までの長さを短めにしているのは、将棋連盟の佐藤康光会長に習ったのかしら。将棋を指すときに袖が邪魔にならない配慮だと思います。それと、旅が緩めなのも騎士らしいわね。一般に、 旅はぴったり手話がないのが容姿とされるけれど、長時間正座して勝負に臨むには、足を締め付けない方が良いのでしょう。なるほど。細部にわたる解説に納得すると同時に、富沢さんのぞっこんぶりを感じます。富沢うふふ。日本にこんなに素晴らしい若者が現れて嬉しいわ。 将棋界にも着物界にも、新しい風を感じさせる着姿よ。解説イコールと美沢明実施、1951年、新潟県生まれ。婦人が放射、現ンバースト婦人が放射入社後。美しい着物編集部で活躍。副編集長を経て、独立。 染色と絹文化研究の道に入る。紙面連載、あの時の流行と、美しい着物も好評。あの有名人の着物姿を深掘りり、その他の記事はこちら。次のオーディオビデオでお会いしましょう。